こんばんは、デザコイのお時間です。今宵の案内は私 KG が務めさせていただきます。本日ご案内する場所はこちらです。東京シャープ76渋谷です。気をつけて行ってらっしゃいませ。てか歩いて渋谷ってマジヤバくない？高立地に開放感を兼ね備えた単身用物件。本日は渋谷駅に来ております。もはや説明不要。東京の中でも知名度も人気も高い渋谷駅、シャープ76で初上陸です。何かと話題に上がるスクランブル交差点、駅を見上げると展望デッキで有名な渋谷スカイが、渋谷のシンボルハチ公の銅像は待ち合わせの際に大活躍。スクランブル交差点を渡ります。散乱するゴミと群がるカラスが渋谷を表しています。渋谷百軒棚、この一角は昭和でレトロな雰囲気があり見応えがあります。ただ夜来ると人の多さと盛り上がりに結構びっくりするかもしれません。通りは飲み屋とホテル、大人のお店が多い印象です。ん？雑貨屋かな？って変態の仮面やないかーい。少し歩けば住宅街です。この坂道を登ると物件に到着です。2012年10月竣工、地上4階建て、コンクリート打ちっぱなし、スタイリッシュな外観のデザイナーズマンションです。倉庫数14個、間取りはワンルームから 1K、 シングル向けのお部屋をご用意しています。渋谷も徒歩圏内で通勤や通学に大変便利な立地です。建物周りを見ていきましょう。自転車置き場のご用意ございますが、数に限りがあるので要確認です。エントランスは黒タイルがシックな高級感あるデザイン。メールボックスがこちら。宅配ボックスもあるので不在時でも荷物が受け取れます。オートロック完備、モニター付きなので訪問者を目で確認できます。建物内部照明がチカチカ、替え時ですかね。鏡は金のフレームでゴージャス。ソファーはル・コルビジェデザイン、デザイナーズ家具の定番です。エレベーター付きなので目的階へ上がりましょう。到着。今日はどんなお部屋と出会えるだろう。ワクワクしてきます。コンクリート好きだな。それでは行きましょう。正面にすりガラスの扉、明るさと高級感感じるお部屋が登場。玄関床は黒の大理石、扉は三重施錠と厳重です。玄関収納は2列、大量の靴を収納可能です。傘などの長物もしまうことができます。最初の扉を開けるとトイレ、タンク付きトイレで手洗いが可能。釣り戸棚を開けると築年数を感じます。そしてトイレには段差、足先ぶつけて悶絶する絵が浮かんできました。ここは気をつけよう。いよいよメインフロアのご案内になります。準備はいいですか？広々とした洋室です。キッチンが隅に配置されているワンルームタイプ。明るさの秘密は横に広がる窓、二面採光が贅沢です。最上階のため天井高もいい感じ。そして嬉しいロフト付き、ワンルームとは思えない開放感があるお部屋です。天井のシーリングライト、どうやって変えるんだろう。交換するタイミングが来ないことを祈りましょう。キッチンです。単身用のコンパクトサイズ、 IH コンロ2口、作業スペースは2アロハ、シンクもコンパクト。収納はこちらです。釣り戸棚とキャビネット部分は基本オープンです。キッチンの隣が冷蔵庫を置くスペースです。ん？見上げると3個のフックが、だいぶ位置が高い。これどうするの？ Oh my God。 ジャンプしても全然ダメ。脚立の準備お願いいたします。
続いてキッチン横の扉、洗面所です。独立洗面は嬉しいです。鏡も縦に長く身支度がしやすそうです。棚はガラス製、鏡を開けると収納スペースとなっています。洗面台の向かいには洗濯機置き場、空間にすっぽり収まりそうです。続いてはお風呂、床なし、浴槽内で完結されるビジネスホテルでよく見るタイプ、ガラス張りでスケスケ、壁がさりげなく白の大理石でゴージャス、入浴ビュー。洋室に戻ります。ウィキもこの横に長い窓が気に入ったようです。バルコニー、向きは西向きになります。西日きついかなと思うかもしれないですが、周りはビルに囲まれているのでそこまで影響は出ないかもしれません。北側にもバルコニー、こちらは奥行きもあるのでガーデン家具を置いても良いかも。山手通りがすぐそこです。続いてはロフト、登ってみましょう。階段が不要の場合はここに吊り下げてしまいます。提灯、あんこと思ったら照明でした。つけるとなおさら感じる提灯暗光感、ピンポイントで照らします。ここは OK、 ここじゃ見えんな、ここも見えんな、ずっとここかよ。みんなどう思う？ロフトは広々としていて大人一人寝るには十分なサイズ感。お部屋を見下ろすと空間の広さを感じることができました。もう少し狭い別の間取りも空いていますのでメインフロアのみご案内します。どうぞ。何が見える？ん？光絵？渋谷光絵かな？かろうじて見える。かろうじて見えるな、これ。内見終了です。お疲れ様でした。ルームマップはこちらです。高立地の上に開放感ある単身用物件でした。今回の物件いかがでしたでしょうか？物件の問い合わせはメールまたは LINE にて受け付けております。お気軽にお問い合わせください。今回特別にショート限定で管理会社の方とコラボした企画を行っています。念願の内見お姉さんの登場です。私のナレーションだけじゃ弱いと感じている方、ぜひそちらも見ていただけましたら幸いです。動画は私の個人チャンネル、KG チャンネル、それかインスタグラム、TikTok で投稿予定です。よろしくお願いします。バイバイ。アイコンとサムネイルのイラストは、イラストレーターのザートミさんに描いていただきました。詳細は概要欄から。デザコイ LINE スタンプも販売中です。最後に、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の物件でお会いいたしましょう。レッツデザイナーズ。